蝶々夫人、蝶々夫人、蝶々夫人、英語、マダマバタフライ、または、マダメバタフライ、マダムバタフライは、以下の諸作品を指す。ジョン・ルー・サーロングの、蝶々夫人に関しては、外部リンク先を参照のこと。蝶々夫人、蝶々夫人,人、マダマバタフライ、マダマバタフライとは、プッチーニによって作曲された二幕もののオペラである。 いわゆる、プッチーニのの最初の作品である。長崎を舞台に、没落藩司令場の長長さんと、アメリカ海軍士官ピンカートンとの恋愛の悲劇を描く。物語は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアの弁護士、ジョン・ルー・サーロング1898年に、アメリカのセンチュリー・マガジン1月号に発表した短編小説、マダメ・バタフライを原作に、 アメリカの劇作家、デイビッド・ベラスコが制作した儀曲を過激台本化した、モノデア。1904年2月17日、ミラノのスカラザで初演された。それは、大失敗だったが、同年5月28日ブレシアで上演された、改訂版の成功以来、標準的なレパートリー作品となっている。色彩的な還元楽と、旋律豊かな声楽部が調和した名作で、 日本が舞台ということもあり、プッチーニの作品の中では、特に日本人に馴染みやすい作品である。特に第二幕のアリア、ある晴れた日には、非常に有名である。反面蝶々役の歌手にとっては終始、出ずっぱり、歌のパートも長く多いため、または各愛らしい娘の役であるにもかかわらず、プッチーニのソプラノ初役の中でも特に、テッシュトゥーラが低く、 中引く音域に重点を置いた歌唱が求められるため、ソプラノ殺しの作品とも言われる。プッチーニは二十四歳の若さで、最初のオペラを書き上げてから、三十五歳の時書き上げた三作目のマノンレスコーで一躍脚光を浴びた。その後、ラボエーム、百九十六年、トスカ、千九百年と次々と傑作を生み出した。彼が、蝶々夫人を書くのは、 そんな音楽家として、まさに油の乗り切った時期であった。トスカを発表してから、次のオペラの題材を、プッチーニは探していた。1900年、トスカが英国で初演されるとき、プッチーニは、ロンドンに招かれた。そのとき、デイビッド・ベラスコの儀曲、蝶々夫人を感激した。英語で上演されていたため、詳しい内容はわからなかったが、プッチーニは感動し、 次の作品の題材に、蝶々夫人を選んだ。同年にプッチーニは、ミラノに戻ると、トスカの台本の執筆を手掛けたイルリカと、ジャコーザに頼んで、最初から三人の協力で、蝶々さんのオペラの制作が開始された。翌年には難航していた、作曲権の問題も片付き、本格的に制作に着手した。プッチーニは、 日本音楽の楽譜を調べたり、レコードを聴いたり、日本の風俗習慣や宗教的儀式に関する資料を集め、日本の雰囲気を持つ移植作の完成を目指して、熱心に制作に励んだ。当時の日本大使夫人の大山久子に再三会って、日本の事情を聞き、民謡など日本の音楽を集めた。1902年にはプッチーニは、パリ万国博覧会で通していた。 川上貞役子にあったとも言われている。1903年2月にプッチーニは自動車事故にあって大体部を骨折し、一時は身動きもできない重傷を負った。春になると車椅子生活での作曲を余儀なくされた。しかしプッチーニは制作を精力的に進め、その年の12月27日に脱行した。その年のうちに、楽譜は小説、蝶々夫人も、 初版と同じセンチュリー出版社から、ヤーネル、アボットの差し入りの単行本とし出版された。原作者ロングはこの小説の儀曲家とオペラ家を多いに、喜んで序文に、あの子が美しくかつ悲しい歌を歌って帰ってくると、記している。また、翌1904年1月3日には、プッチンには、トレデルラーゴで、夫人エルビラと正式に結婚の儀式を行っている。現在では、 イタリアオペラの主要なレパートリーとなっている、蝶々夫人だが、1904年2月17日ミラのスカラザでの初演は、プッチーニの熱意にもかかわらず、振るわなかった。彼の作品は本作にらず、初演で不評を買うのが常であった。失敗の理由はいくつか指摘される。初演版では、第二幕に1時間半を要すなど、上演時間が長すぎたことや、 文化の異なる日本を題材にした作品であっため、観客が違和感を覚えたという原因が挙げられている。ひどく落胆した、プッチーニだったが、すぐさま開講に取り掛かった。改訂版の上演は3ヶ月後の同年5月28日、イタリアのブレシアで行われ、大成功を収めた。その後、ロンドン、パリ公演とプッチーニは何度も改訂を重ね、1906年の パリ公演のために用意された第六版が21世紀の今日まで上演され続けている決定版となっている。本作は叙情的なテーマを盛り上げる美しいメロディや複雑な火星効果の使用などプッチーニの音楽の特色が現れた作品であり、イタリアオペラを代表する演目の一つとなっている。プッチーニにとっては ジュゼッペ・ベルディによって完成されたロマン派オペラの後継者としての地位、イタリアオペラのマエストロの地位を確立させることになった代表的作品である。ピッコロ、第3フルートも近いフルートに、オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、バスクラリネット、バスウーンに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、コントラバストロンボーン、多くはチンバッソで代用、ティンパに、バスドラム、 スネアドラム、シンバル、トライアングル、クロッケンシュピール、ドラ、カネ、ハープ、ケンゴブ、14型。舞台裏でビオラダモーレ、通常バイオリンで代用される、ドラ、ボンショウ類、カネ、トリブエ、大砲。約2時間20分、第1幕50分、第2幕60分、第3幕30分。初行、約2時間30分、第1幕60分。 第二幕九十分。時と場所、1904年の長崎。アメリカ海軍の戦艦、エイブラハム・リンカーン所属の海軍士官ピンカートンは、日本人の少女と結婚することになった。結婚斡旋屋の五郎が、長崎に来たピンカートンに、結婚後に暮らす、丘のふもとの家や、下女の鈴木や下男を紹介して、機嫌をとっている。 そこへ中長崎領事のシャープレスがやってくる。ピンカートンはここで、アリア、ヤンキーは世界のどこへ行ってもを歌う。シャープレスは優しい心の男であり、五ロが紹介した少女が、この結婚が永久の縁と固く信じていることを思い出し、戸惑う。だがピンカートンは、この結婚も一時の愛だと、シャープレスの器具を洗いに伏すのであった。そこへ、蝶々さんが、 芸者仲間と共に現れる。この時、さあ一足を歌う。シャープレスが可憐なこの15歳の少女に身の上を問うと、実家は大村の没落士族の家であると答え、父から頂いた切腹のための刀の入った箱を披露する。それにより、ザー一時しらけてしまうが、五郎によって結婚式の準備が進められる。町長さんは前日にキリスト教に改修したことを告げる。 三三九度など一連の結婚の儀式が済んだ頃、蝶蝶さんのおじのボンゾが現れる。彼は、蝶蝶さんの回収を怒って質問するが、ピンカートンに追い払われる。うろたえる蝶蝶さんを慰めるピンカートン。二人はここで愛の二重唱「可愛がってくださいねを歌う。結婚式から三年が過ぎた。ピンカートンは、任務が終わり、アメリカ合衆国に帰ってしまっていた。彼は、 町長さんに、小間取りが巣を作る頃には帰ってくると約束していた。町長さんの忠実な下女鈴木は彼は、すでに、それらを保護にしたのではと疑うが、ピンカートンを信頼する町長さんにとがめられる。きっと夫は帰ってくると信じてやまぬ蝶々さんは、ここでありや、ある晴れた日にを歌う。その頃、シャープレスはピンカートンが、アメリカ本国で、 アメリカ人女性と結婚したことを本人の代わりに蝶々さんに告げることになっていた。しかし蝶々さんの夫への信頼を見た。彼はそれを壊すようなことはできなかった。蝶々さんはピンカーアートンの手紙を見て喜ぶ。そこへゴロが裕福な新士山取港を連れてやってくる。山取港は蝶々さんに結婚を申し出るが、夫からの手紙に喜んでいる蝶々さんはそれを 拒否する。ゴロウは、町々さんは離婚された妻であると説明しようとしたが、町々さんは激しく断る。それは、日本の習慣に過ぎない。今の私は、アメリカ人であると、ゴロウと、山鳥以降が、すごすごと帰ってしまうと、シャープレスと、町々さんは、ともよ、見つけてを歌う。そして、シャープレスが、ピンカートンが帰ってこなければどうするのか、と、蝶々さんに問うと、 芸者に戻るか、自陣するしかないと答え、困惑した、シャープレスが、山取公の申し出を受けてはうかと勧めると、あなたまでが、そんなことを言うのかと怒り、シャープレスに彼女とピンカートンとの子供を見せ、我が夫がこの子を忘れようかと言い放ち、子供のために芸者に戻って、恥をさらすよりは死を選ぶわと泣き叫ぶ。シャープレスは、いたたまれずに去っていく。鈴木は、 蝶々さんの悪評を広げようとするゴロを捕まえる。蝶々さんにとって悪い話が次々と届く中、遠くにピンカーアートンの所属官、エーブラハムリンカーンが兵員の到来を礼法で告げた。それを望遠鏡で見つけた蝶々さんと鈴木は喜び、家を花で飾り、二重章桜の枝を揺さぶってを歌う。そして自分たちと子供を清掃させ、障子を通して、 ピンカートンの帰りを行使する。夜が過ぎ、長いオーケストラとのハミングコーラスのパッセージが演奏される中、鈴木と子供は眠ってしまう。蝶々さんは決して後悔していなかった。夜が明けた、蝶々さんの家。蝶々さんは寝ずの番をしていた。鈴木は目覚め、子供を蝶々さんの元へ連れて行く。鈴木は憔悴した、蝶々さんを休むようと寄伏せる。 ピンカートンとシャープレスが登場し、鈴木に恐るべき真実を告げる。しかし、ピンカートンは罪悪感によって深く打ちひしがれ、自身を恥じていた。あまりに卑劣なことで自分の口から蝶々さんに告げることはできず、彼は義務を放り出して去ってしまう。この時ピンカートンはアリア、さらばアイヌスを歌う。鈴木は、はじめは猛烈に怒っていたが、シャープレスから、 蝶々さんが子供を渡してくれれば、ピンカー,アートンのアメリカ人妻がその子を養育するということを聞き、解き伏せられてしまう。蝶々さんは、ピンカー,アートンと会えると思い、目を輝かせて登場する。しかし、ピンカー,アートンの代わりに、彼のアメリカでの妻ケイトと対面させられる。蝶々さんは、感傷的な穏やかさを称えつつ、真実を受け止め、礼儀正しくケイトを祝福した。 これで平穏が見出されるであろうと。それから、ケイトや、シャープレスにお辞儀をし、子供を渡すことを約束する。そして、鈴木に、家の障子を全部閉めさせ一人きりになる。障子越しにはべる鈴木に対しては、子供を外で遊ばせるようにと命じて下がらせる。長長さんは、仏壇の前に座り、父の遺品の刀を取り出し、名誉のために生けることかなわざりしときは、名誉のためにしなん。 カーンオノオムーレカイノンプオサーバービータココノオの名を読みじ,じんしようとするが、そこへ子供が走ってくる。蝶々さんは子供を抱きしめありや、さよなら坊やを歌い、子供に目隠しをし、日米の国旗を持たせる。そして、刀を喉に突き立てる。今はの際でも子供に手を伸ばす蝶々さん。そこへ異変を聞きつけたピンカートンとシャープレスが戻って、来るが時すでに遅く。 蝶々さんは、生きたえる。幕。当時のジャポニスムの流行も反映してか、プッチーには、日本の音楽を収集し、使用している。そのため、同時期に作られた、ミカドなどよりは、はるかに、日本的蝶々のある作品に高めており、今日、日本人に好まれる、オペラの一つにしている要因となっている。この、引用、転用は、後に、トゥーランドットでも行われる。 大正から昭和初期にかけて活躍したソプラノ歌手の三浦玉木はこの蝶々夫人役を得意とし、その生涯において世界各地で数多く蝶々夫人役を演じた。1915年に初の日本人による蝶々夫人役としてロンドンのオペラハウスで演じたのを皮切りに約20年間暮らした海外だけでも2000回以上公演した。現在でも 長崎のグラバー園にはその功績を称える三浦の像がある。他に、蝶々夫人を得意とした日本人、ソプラノ歌手には、戦前のヨーロッパで活躍した、キワテイコ、田中道子、1932年に、オーストリアグラーツで、デビュー、同じくヨーロッパで、戦中戦後にわたり活躍した、伊藤厚子、長谷川都子、1944年、イタリアミラノスカラザで、 日本人初の出演、20世紀後半以降は、林康子、1972年、蝶々役で、イタリアスカラザデビュー、片野坂英子、1977年、ミュンヘン国立ゲルトナー歌劇場のプレミアで歌った、蝶々夫人は、絶賛を博し、黄金のバラ賞を受賞。このほか、ヨーロッパの各歌劇場にて200回以上もこのオペラを主演らが、いる。 映画では、1954年、昭和29年に、カルミネガローネが、監督として、東方トリッツオーリフィルムイコールガローネプロの、日意合作が制作された。蝶々夫人の、タイトルロールを当時、宝塚歌劇団在団中で、宝ジェンヌだった、八草カオルが演じ、吹き替えは、オリエッタモスクッチが担当。日本だけでなく、イタリアでも大評判を取った。 蝶々夫人の舞台となった日本では長らく、蝶々夫人のモデルは誰か、ということが議論されてきた。ロングの実施サラジェニー・コレルは、1890年代初頭から、鎮税学院5代目校長で宣教師でもあった、夫と共に、長崎の東山でに住んでいた。ロングは、姉のコレル夫人から聞いた話から着想を得て、小説を執筆したとされている。長年、 有力視されていたのは、幕末に活躍したイギリス商人、トーマス・ブレイク・グラバーの妻、鶴である。これは、彼女が長崎の武士の出身であることや、蝶の門付けを好んで着用し、蝶々さんと呼ばれたことに由来する。長崎の旧グラバー邸が、長崎湾を見下ろす、南山手の丘の上にあることも、物語の設定と一致する。しかし、ロングの小説で、 具体的に記述されている長長夫人の経歴に、鶴の生涯と似ている部分があるが、重要部分で異なる点も多いため、モデルと考えるのは不自然との意見もある。一方、グラバーと鶴の間に生まれた長男のクラバ、富三郎が、ペンシルベニア大学に留学していたこと、ロング本人が、姉はクラバ富三郎に会ったことがあると語ったと言われることなどは、 蝶々夫人イコールグラバーツル説を裏付ける要素とされている。ただし、ロングは小説が実話に基づくとは明言しておらず、また彼自身がアメリカ史観を貶めているとも取れる小説の人物設定にいて多くの批判を受けていたこともあり、真相は曖昧にされたまま現在に至る。ツルが最初の結婚で儲けた娘、千の子孫の調査によると、 ロングの小説、マダム・バタフライに登場する家が、グラバー・テ内ナイと告示していることと、ロングが後に書いた、戯曲、マダム・バタフライその20年後の原稿に、デカメートル、トゥーリとメモがあり、ツルと読めることから、ロングはツルを下敷きにしていたと思われるが、内容自体は、ツルの経歴とは異なり、創作である。当時の長崎では、幼めかけ、ャメンとして、 日本に駐在する外国人の軍人や商人と婚姻し、現地妻となった女性が多く存在していた。また19世紀初めに、手島に駐在したドイツ人医師のフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトにも日本人妻がいた。下級の軍人が、ゲイヤなどの売春宿などに通って欲望を発散する一方、金銭的に余裕がある高級商工などは居宅に女性と暮らしていた。 この際の婚姻届は、鎖国から開国に至る混乱期の日本で、長崎居留の外国人と日本人女性との同居による問題発生を管理したい先奉行が公認しており、あくまでも一時的なものだった。相手の女性も農家から長崎の外国人居留地に出稼ぎに来ていた娘であり、生活のために嫁かけになったのである。互いに割り切った関係であり、 この物語のように外国人男性との関係が真実の恋愛であった例は稀である。現に、シーボルトの日本人妻だった楠本滝は、シーボルトの帰国後に婚姻、離婚を繰り返している。まして、夫に裏切られて自殺をした女性の記録は皆無であり、町長夫人に特別なモデルはいない、創作上の人物であると考える説も有力である。 植民地主義時代の偏見に基づいたストーリーを未だに演じることへの批判や反論は国内外問わず根強くあり、2007年にはイギリスの音楽教授でプッチーニの専門家、ロジャー・パーカーが人種差別的であるとして批判した。漫画、アニメ、AS を狙えに登場するキャラクター、お蝶夫人は蝶々夫人の別の翻訳名であるが、このキャラクターは 元来の蝶々夫人と全く関係がない。島田雅彦が2000年より刊行した小説シリーズ、無限可能三部作は、主人公の青年カオルが蝶々とピンカートンの末裔という設定の恋愛小説で、カオルのルーツとなる蝶々らぬ物語は、主に第一、彗星の住人で描かれた。派生する作品として、カオルの祖父にあたる蝶々の維持、ベンジャミン・ピンカートン・ジュニア、 ニックネームジュニアバタフライ。略称、JB の母との死別、米国へ引き取られてからの反省を、太平洋戦争、長崎原爆を交えて描いた、オペラ、ジュニアバタフライが、ストーリー、島田正彦、作曲、西草茂明の手によって制作された。2004年4月初演時の主な出演者は、佐野茂弘、佐藤忍ら、なお、 ジュニアは2006年8月3日から9日まで、イタリアとデデルラーゴ野外大劇場にて開催された、プッチーニ音楽祭でも、佐野、JB、ナオミ、佐藤のコンビで上演され現地でも絶賛された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。